皆さんこんにちは、田中です。突然ですが、皆さん日本語で自己紹介をしてください。で、急に言われても困りますよね。こちらは私の友達のたこ焼きさんです。まずは彼の自己紹介を聞いてみましょう。私の名前はたこ焼きです。コンビニで働いています。大阪出身です。趣味はゲームをすることです。よろしくお願いします。難しそうですか？大丈夫です。この動画を見たら皆さんも同じように自己紹介ができるようになります。ぜひ最後まで見てくださいね。今回はこの5つの文を使って自己紹介をしてみましょう。名前、職業、出身、趣味、好きなこと、まとめ。もちろんどれかを飛ばしたり順番を変えたりしてもいいです。では一つずつ説明していきますね。私の名前は田中です。私の名前はたこ焼きです。私の名前は豆腐です。私は田中ですと言っても大丈夫です。田中ですだけでもいいです。職場で話すときや目上の人と話すときには、田中と申しますと言うともっとフォーマルに聞こえます。大学生です。エンジニアです。留学生です。会社員です。他にこんな言い方もあります。コンビニで働いています。レストランで働いています。デザインの会社で働いています。ベトナム出身です。フィリピン出身です。イタリアのミラノ出身です。今住んでいるところを言いたいときは、ブラジルに住んでいます。カナダに住んでいます。東京に住んでいます。趣味は映画を見ることです。趣味は本を読むことです。趣味は絵を描くことです。こんなふうに言うこともできます。映画を見ることが好きです。本を読むことが好きです。絵を描くことが好きです。よろしくお願いします。これは自己紹介の最後によく使うフレーズです。このフレーズを言うと、話が終わりましたという合図になるので、その後の会話がスムーズに進みます。もっとフォーマルな言い方は、よろしくお願いいたします。ビジネスの場などでよく使われます。それではここで他の人の自己紹介を少し聞いてみましょう。まずは柿さん。私の名前は柿です。大学生です。名古屋出身です。趣味は料理をすることです。よろしくお願いします。次にクロワッサンさん。クロワッサンと申します。パン屋で働いています。フランスのパリ出身です。趣味は美術館に行くことです。よろしくお願いします。いかがでしたか？最後に私から皆さんに宿題を出します。今回勉強したフレーズを使って、
皆さんもコメント欄に自分の自己紹介を書いてみてください。そして今回は自己紹介に使えるいろんな単語やフレーズをまとめた無料の PDF を作りました。概要欄のリンクからぜひダウンロードして参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。